いつもロペライアウトラインをご覧いただき誠にありがとうございます。今回は2011年モデルポルシェケイマン S スポーツクロノパッケージをご紹介させていただきます。まず外装面の状態からですが、フロント周辺に若干の飛び石があり、左リアバンパーに小さな線傷がございます。それ以外特に目立つ傷はございません。走行距離約1万9000キロと非常に低走行なお車ですので、良好なコンディションを保っております。外装色はプラチナシルバーメタリック、インテリアはブラックハーフレザーの組み合わせとなっております。弊社でも大変人気の高い後期モデルのケイマンとなりますが、こちらのお車はスポーツクロノパッケージをはじめオプションが非常に充実しております。またインテリアに関しましては、ウッドインテリアパッケージが装備されておりますので、シックに仕上がった1台です。ヘッドライトはキセノンのヘッドライトが装備されておりますので、夜間走行時も安心してお乗りいただけます。アルミホイールはオプションのマットブラックペイントが施されたスポーツデザイン、19インチのアルミホイールが装備されております。マフラーはケイマン S ですので、センター2本出しのマフラーが採用され、サウンドもより一層お楽しみいただけます。エンジンスペックに関しましては 3.4 リッター水平対向6気筒エンジンが搭載され、最高出力は320馬力を誇りますので、ポルシェらしいパワフルなドライブをお楽しみいただけます。またフロントリアともにラゲッジスペースをお使いいただけますので、実用性も兼ね備えた1台です。続きましてインテリアご紹介させていただきます。シートはブラックのハーフレザーシートが採用されております。運転席助手席ともに目立った使用感はなく、綺麗な状態を保っております。ではエンジン始動していきます。ウッドインテリアパッケージが装備されておりますので、ステアリングはコンビレザーステアリングが採用されております。 PDK モデルですので、ステアリングのこちらのボタンで自由自在に変速をお楽しみいただけます。またスポーツクロノパッケージが搭載されておりますので、センターにはクロックが埋め込まれております。ナビゲーションはクラリオン製ハードディスクのナビゲーションが装備されており、もちろんテレビもご視聴いただけますし、バックギア入れていただきますとオプションでバックカメラも装備されております。またシートヒーターもオプションで装備されておりますので、冬場でも暖かいドライブをお楽しみいただけます。走行モードに関しましては、スポーツ、スポーツプラスモードで切り替えが可能です。後期モデルですので7速の PDK シフトが採用されており、より俊敏な加速をお楽しみいただけます。また気になる車内の匂いですが、特にお煙草の匂いといたしませんので、ご安心いただければと思います。では今回は2011年モデルポルシェケイマン S スポーツクロノパッケージをご紹介させていただきました。走行距離約1万9000キロと非常に低走行なお車ですので、内外装ともに良好なコンディションを保っております。スポーツクロノパッケージをはじめオプションが非常に充実している1台です。なおかつ人気の高い後期モデルでございますので、リセールバリューにも期待できます。内外装の組み合わせが非常におしゃれな1台でございますので、お探しの方はぜひともお早めにご検討いただければと思います。よろしくお願いいたします。